ムロさんが、うん、転げ落ち、ムロさんは転げ落ちないですね、ボスベイビー、ね、うん、ボスベイビーが、ボスベイビーが転げ落ちるところのムロさんの声だったりとか、うん、ベッドによじ登る時の声だったりとか、 あの赤ちゃんに変わっちゃうともうムロさんの声じゃないんですけど、そのムロさんと赤ちゃんの狭間の、あのムロさんが赤ちゃんの声をやってるあの部分が、うん、お気に入りです。あら、ありがとうございます。なのでぜひこの後見てください。